はい、こんにちは。心理学をもっと身近に、学術系コンサルティングのセカンダリー、幼いでございます。今回は、臨床心理試験対策講座オンライン、過去問アレンジ問題ということで、1問出題させていただきます。臨床心理試験や、大学院入試の対策などにもお役立てください。ということで、早速、問題です。 次の文章の空欄 A、B に該当する語句として、下記の A から D の組み合わせの中から最も適切なものを一つ選びなさい。そんな問題でございます。で、A、文章ですけれども、記憶過程についての古典的枠組みでは、外界の情報を入力して貯蔵する過程を A と呼び、貯蔵した情報を取り出す過程を B と呼ぶ、そんな文章でございます。そしてその組み合わせとして、 A、符号か検索。B、大正か検索。C、符号か称号。A、B、大正か称号。A、という、そんな選択肢でございます。Large A と Small。あの、大文字と小文字がですね、混在するので、なかなか音声だけではお伝えするのは難しいですけども、このような問題です。いかがでしょうか、えー、少し考えたいという方はですね、この辺りで動画を止めてお考えください。 え正解申し上げてしまいますこちらの正解は A でございますこちらですね符号化検索です、えー、記憶の過程についての古典的枠組みでは外界の情報を入力して貯蔵する過程を符号化と呼び貯蔵した情報を取り出す過程を検索と呼ぶでございますこの問題はですね